はい、皆さんこんにちは。ガバラトリ将軍でございます。本日はスカルプテッドオーバルの、ループ隊ですね。これは名古屋のリフさんのオーダーです。もうなんか別に、まあ、ライトの都合ですけど、なんかもうすでに聖戦のような感じで、できてますね。いい色もいい色ですね。これで今度はこのなんていうか、これの売り特別仕様は何かいなと、まあ、どこ見てもこれ、まあ、ここはちょっと違う程度で、これここなんですね。これ3本締めなんですね。これこれ3箇所で紐締まってるんですね。こうなんずれたら嫌なんでしょうねこれ。まあこので革がね、いつも言うんですけど、これこんなに固く編んでるんですね。これこうやっても伸びないんですね。これ重いから伸びるから、やっぱりこれぐらいビシビシに貼っといた方がいろいろと便利なんですね。こういうとこ通す時も硬い方が便利です。緩く、昔はもっと緩く編んであったんで、緩く編んでもいいんですけど、ご希望で緩く編みたい方は言っていただいたら緩く編みますのでね。ただまあ硬く編む方がおすすめなんで、まあこっちにみんなされるんだと思うんですね。これもクランプ中でワイヤーで押さえてて、もう一回これかぶせてるだけなんですけど、このボロネックのボロチップのネックの部分を、ここに使ってクランプにしてます。これまあ一番贅沢な方法ですね。これもこうよくできてます。こんな感じで、昔はねここにボンド突っ込んで糊で貼ってたらしいんですね。まあ、これ結構こうゆたゆたに作ってるように見えますけど、これ結構しっかりできてるんですよね。ピカピカっていうか、ピカピカに磨けばちゃんとピシャピシャにスカッと するんですね。色がこういう色だから、まあよたってるように見えますけど、バシバシです。これすごくよくできてます。まあ、本日はこんなところで失礼させていただきます。ご清聴ありがとうございました。